あちらおいチャンネルです。今日はですね、ショートのポジションのゲッツーの時のスローイングを紹介してもらいます。動画でも何回も話してますが、自分はショートやったことがあんまりありません。ということはこうなります。では行きましょう。はい、というわけで走れおいチャンネルの新作です。本日はショートのゲッツーのスローイングをやりました。ショートのゲッツーのスローイングで意識していることは、まずボールをまず掴まない、当てて、そしてスナップするで送球するという、これを意識してやっています。掴まずに取るというのは、詳しく言うと、こう掴んでると呼吸から送球までの時間が長くなってアウトになるっていうところもセーフになってしまうことがあります。そこを防ぐために、グローブにボールが入った瞬間、入ったらグローブをへそに持っていきます。へそに引いていくと、こう自然と握り替えができる、感覚をつかめます。今日はそれを意識してやりました。ボールがグローブに入ったら、へそに持っていって自然と握り替えする、それがアウトにすることを意識してやってみましょう。では VTR なんですが、今回はこのドナヤのグローブでやりました。そちらもご覧ください。では VTR どうぞ。とりあえずしっかり焦らずに、しっかり取ってから投げるってことを意識します。はい、行こう。はい、というわけで、今日は新作くんに、ショートのゲッツーの時の反復練習を紹介してもらいました。今回行ったのは反復練習ということで、こう連続でボールを転がして、体に覚え込ませる、素振りでいう早振りみたいな感じのやつをやりましたね。で、これだけだと、ちょっとフォームも小さくなってしまっているので、今回やったのは体に覚え込ませるという意味でやりました。で、また近々今度は実際にノックを受けてゲッツーの動画を撮ったので、そちらを紹介していきます。というわけで、今日は新作くんが行っているショートのゲッツーのスローイングの意識しているポイントを聞いてみました。というわけで、皆さんも意識してやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。チャンネル登録お願いします。